はい、テイルズ・オブ・ファンタジア続きからやっていきたいと思います。ですね、本日はもう完全に寄り道会になりますはい、レベルも上がってないですしね。さあ、とりあえずですね、まず向かうは地図的にね、どこに位置になるのかな。あのデミテルがいたところ、デミテルがいたところだったかな。違う、嘘ついた。デミテルじゃなくて、ほら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 。ウンディーネがいたところに行きたくて、ウンディーネってどこにいたっけ。ウンディーネはここから行ったよね。地図載ってるよ、これかな。これ誰？あ、これだ。なあ、なんでここに来たんだ？いや、何かあるかと思ってね。ウンディーネとは私の時代に契約しているぞ。ウンディーネのいた場所か？なんて場所なんだ？いちいちうるさいわね。新食堂ではないな。ん？なんか今変な言い方をしなかったか？気にしない気にしない。新食堂の話なんかしてたらお腹空いちゃったよ。新食堂でお話、お腹が？ねえ、クレス、ここでちょっと食事しない？はい。まあ、それもいいかな。そう、こういうイベントもあるのよね。メロンないの？メロン。私メロン大好き。メロンパンもね。なんだよ、そりゃ。じゃーん。今回私が特別料理を作りました。特別料理？いい匂いじゃないか。おい、これ大丈夫なのかよ。文句言うなら食べなきゃいいじゃん。もうやめないか。何やともあれいただくことにしよう。あ。うわ。ミント、なんだか男どもがみんな変だよ。食べるのやめなよ、ミント。顔色が悪いよ。特別料理は封印されました。アーチェ、これ作ってる時に味見したのか？何言ってんの？これ何？何って。やいアーチェ、これは料理じゃねえ。お面をつける。そんなお面はすぐに挽回しますようだ。お面を挽回してどうする？お面は返上するものだ。あれ？もうすずちゃんが全く関与しないのが面白いよね。いや、まあまあまあ、いいイベントでしたね。だってわざわざ来なければ見れなかったわけだからね。で、ここの中になんかあるはずなんだよな。あれかな？魔法かな？が多分あると思うので。まあでもそんなに強い魔法ではなかったような気もするけど、まあとりあえず取りに行きましょうか。どこにあるんだろう？中ってそもそもさ、我々が中こう解除したじゃん。そのままなのかな。そこだよね。え、敵って。あれ、待って、強いぞ。待って待って、敵強い。え、油断しまくりできたんだけど。あら、まあ。まあそうね、この後、とりあえずここでまあ魔法を見つけて、その後はまあなんだろうね、どうしようかな。とりあえず、あれ、いけないぞ。ここのダンジョン覚えてないんだけども、言うて昔すぎない？もう。これでいいんだっけ？
これで水流れたかな。こいつしかいないのかしら。よいしょ、ナイス。よいしょ、マリア。まあでもサイクロンぐらいの威力はある技があるんじゃないかな。わかんないけどね、正直ね。でもなんか珍しいかも。なんかこうテイルズ今まで動画で結構やってきてますけど、こういうなんて言えばいいの、クリア後、クリア後じゃないわこうクリアに向けていく中でこういう部分を動画にしてるのは結構レアかもしれない。あ、イカ焼きじゃないイカ焼き大好き、美味しいよね。よし、お金めっちゃ貯まる。これはいいね、寄り道してる間にお金を貯めまくろうね。それでなんかある、ダッシュリング。え、ダッシュリング、違うな求めてきたものとは違ったな。でもここだよね、一番奥って。あ、あらあらあら、あ、待って、強い技かもしれない、メイルストロームだって。やったやったやった、よし。水系の中では結構強くなかったメイルストロームって、まあ、記憶が確かならね。よし、ゴッドブレイス。で次どこ行こうか。そうだよね、この次ね。一応ね、動画撮る前にどこ行こうかなっていうのはちょっと考えたんだけど、そうね、行きなさい行きなさい強気じゃない、なんかもう強気よ。サイクロン、とりあえずあそこ行こっか。ほら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 って。あ、でもな、呪文系は拾っときたいよね。そうだよね。よいしょ。で、うわ、最悪。よし、まあ、これで終わりでしょう。いいね、かっこいいね。
なんかでもデミテルのところも行った方がいいかもしれないね。これは見とく。これダオスの城が時の狭間に隠れていたなんて、奴の能力からすればありえない話ではなかったな。皆さん、この世界を、この未来を救うため力を貸してください。もちろんさ、ダオスを倒すことはみんなの願いだよ。ありがとうございます。さあ行くとしようか。私もそろそろうちが恋しくなってきたからな。君のご両親のことは本当にすまなかった。気にしないでください。でもいいんです、忍者は非情でなくてはならないのです。デミテルの家ってどこにあったっけ。デミテルの家もここから行ったよね。なんか地図に載ってんのかな、デミテルの家って。なんかあんま見かけないよね、デミテルの家。これ誰の家ですか。あ、じゃあこれはアーチェか。デミテルの家、これか、これじゃない。おい、あ、濃くない。こんな家だったよね、デミテルの家ってね。あ、そうだそうだ、これだこれだ。ここにも呪文があるような、ないような。え、これは強い。トゥースは、あ、トゥース、なんかさ、未来に持ってるから。あ、でも弱いね。あ、強くはないのか、敵別に。なんだ、勝手に警戒しただけだったわ。行こうね。よし、どこだっけ、一番奥。こっちか。そう、ここエンカウント異様に高いんだよね。ここが終わったら次は、次どうしようなシルフいたところ行ってもいいんだけど、いや、なんかもう、なんかすずちゃんの忍術集めようと思ってはいたんだけど、現状チェスターの方がやりやすいなと思って。あった、テンペスト。テンペストとは何系の技なんだろう。アーチェ、アーチェどんどん覚えてるよ。メールストローム、水系だよね。エクスプロード、テンペスト、風系ね。はいはいはい。いいじゃない。ね。でも多いな。と。やばすぎ、敵がテンペスト使ってきたんだけど。こっちが使うより先使わないでよ。嫌な感じ。用ないよね。でもこの光るのちゃんと光るんだっていう。だってここってさ、え、過去だよね、デミテル倒したのって。その間、それ以降ずっとさ、空き家でしょ。空き家にしてはって感じよね。ナイスナース。すんな。え、待って、飲んでる。ははは、ね、ちょっと強いのやめてほしくない。嫌な感じ。1500、痛いな。
ナイスナス。ごめん、炎症阻止できなかった。あ、違う。待って、炎症しすぎ向こう。くそ。よし。お、レベルアップ。概念なのかな。ここいる？誰か。船いないよね。ごめん。なあ、過去に戻ったらどうするんだ？生成する。あんたと顔合わせなくて済むから生成するって言ってるのよ。そうか。え？あ、ちょっと言い過ぎちゃったかな。バカ、引っかかってやんの。こっちこそ生成するってもんだぜ。バカ、バカったわよ。さっさとダオスを倒して過去に帰ってやるわよ。なんかもう素直じゃないよね。そこがいいんだけどさね、そこがいいんだけどもね。ちょっともう一回ここ行きます。えって感じ。もう一回行きます。あれ？そのすぐには無理なのか。ちょっとイベントを進めたいとかしないと無理なのかな。なんかここでね、もう一回来ると、またなんかイベントがあって、ってことだったんだけどね。じゃあどうしようか。闘技場。いや、闘技場はな、ちょっと。やれなくはないけどって感じやしな。行くか、ここなんかいるかも、あるかもしれないしね。うん、行きます。まあ、せっかくだからね、行っとけ行っとけって。どうなんだろう、一番奥にとりあえず行けばいいのかな。コア的強くないな。さすがにね、チキンと卵。なんかイメージだけど精霊がいたところには何かあるってイメージだけど、でもよくよく考えてもみればここってじゃ風系の魔法ってもう全部手に入ってるようなもんだから。あ、はい、5万3000ぐらい。まあ安い方かな。この手の人って基本的に50万ぐらい要求してくるイメージだから。あ、これだけ？これだけかな。そうか、すずちゃんの術だけか。じゃあ変えるか。何のために来たのここ。すずちゃんの術をね、一個覚えたっていう。大事だよね。うん。バリア。おい。すごい今ゾロ目だった。終わりだよね、焼き鳥だよね。うん、えぐいえぐいダメージ、えぐすぎ。うん、よいしょ。あ、そうだ、コメントもらってたんだ。あのね、ベネッツァかな、
のさ、駆け落ちしてたさ、カップルっているじゃん。あの人たち、なんか関連物は、がこう未来にあるのかなっていう。ベネッチャ寄ろっかな。あの、そもそも会社ってあんのかな、まだ。行ってみるか。ね。どうせだから。で、次回からはもう完全に、ストーリーを進めていきます。なので、ダオス城を、ちょっと頑張って攻略する形ですね、次回からは。ここ来たわ、一回。うん。そうですね。ベネッツァね。ベネッツァ、ベネッツァ。はい。あれ、駆け落ちでもあのカップルってどこに移動したっけ、ベネッツァだと。そこなのよね。ベネッツァまで覚えてんのよ。止まります。ここだよね。でも会社じゃない？ちゃんと。あ、違うのかな？この建物は売りに出されてるんだ。前の会社が潰れてね。潰れてる。ええー。ちょっと待って、その潰れたさ、そのさ、なんていうの？あれわかんないのかな？うわぁ。あのカップルどこ行ったんだじゃん。うわ、どこいたっけ？ローマ、ミッドガルズにはいないよね。どこだったかな。いや、まあ、あの二人が生きてはいないんだけど、当然ね。当然生きてはいないけど、ただ、子孫とかいてもおかしくはないよね、みたいな。は？マジ無理。マジ無理、本当に。よかったねって感じ。なんかまあ幸せだよね。自分の顔に対してそこまでね、やっぱりポテンシャルを抱けるんだったらもう、怖いものないもんね。アルバニスタかな？ちょっとアルバニスタ行ってみる？とりあえず。そうだね。これ、モブの人とも喋んないとね、いけないよね。市長の家でなんかやけに子供がいっぱいいたよね。いないね。ああ、景気悪いだろうね。だって会社潰れてるし。ダオスのせいなのかな。不景気はどうなの。え、何？え？あの市長の娘チェルシー？話しかけないで。え？何このイベント？あ、動画ちょっと違うわね。あんまりうまくないね。む、それならうまくなるように教えてよ。僕は、ふんだ。そんなことだろうと思ったわ。お姉ちゃん教えてよ。私ですか？わかりました。優しいミント。それでは指鳴らしから始めましょう。え、すごくない？いきなり猫踏んじゃった。やばくない？え？少し上手くなりました。ああ、これあれなんだろうな。多分何回か来ることによって、彼女のピアノ力が上がっていくんだろうな。なるほどね。そういうイベントもあるんだ。いや、十分でしょ。ドレミファソラシド弾いてた子がいきなり猫踏んじゃった踏んでんだよ。やばいって。
ね、よし、アルバニスタ、アルバニスタ、アルバニスタ、よし、あ、なんかアルバニスタにいた気もしなくもな、人見知りが激しいの？あら、いやね。ポリーだけとりあえず、あ、ルーンも買っと、あ、でも買うのやめる。あ、スペクタクルズ買っといたら、はい、9万円しかないよ、さっき忍術買っちゃったから。そ、ここさ、ライブイベントがあったっぽいんだけどね。なんかあります？うわ、クズ。モーリアコードをね、モーリアコードをくぐればね、結構いろいろ召喚が増えるんだけど、ちょっとね、あら、あ、6000でいいの？安い。ありがとう。よし。で、特にだね。それっぽい。あ、レースゲームね。全然やってもいいけどね。なんだこの家は。犬増えすぎだよ。うわぁ、そうだね。一気に散歩行くわけにもいかないだろうから。大変そう。やっぱ特にやっぱいないのか、あの、カップルのあれは。まあ、そうだよね。この人たちはなんだっけ。海行きたい系女子ね。行きなさい。もう行きなさい、海。あ、道具屋さんね、うん。あ、なんかどっかの地域のね、卵が異様に安くて、どっかの地域の卵の売り値がすごい高いっていうのは、なんか見たぞ、私。お城に勤めてます。そうなんだ。そうなんだ。これチェスターも参加できなかったっけ。ああ。第2回っつってる。だよね、チェスターだよね。道はね、同じだと思うので、ちょっとやってみましょう。はい。はい。はい、や。ちょ、待って、引っかかった、くそ。一直線のスピードえぐくね？マジか。無理や。これは勝てない。でも、テスターにもさ、マッハ、なんだっけな。なんか、マッハなんちゃらの称号はもらえるはずだからさ、あげたいけど、まあ無理だね、これはね。一回引っかかっちゃったら無理だな。あ、また引っかかっちゃった。あー、終わった。うわ。あー、アイフリード問題ね。あるよね。毎回のごとくあるよね。あ、そうでもないか。よし、ということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思いますんで、次回から、いよいよね、ちょっとダオス城を攻略していきたいなと
思います。まあレベル、自動的に上がるだろうし、ちょっとはラオスに勝てなかったら、まあその時はその時とりあえずはこれでいきたいと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。